皆さんこんにちは、アミーです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は前回こちらの動画でこのうさぎの寝帽子を編んでいますので、それに合わせてこちらのちょっとシンプルですけどもうさぎちゃん風のワンピースを編んでいこうと思います。ワンピースはこんな感じで上と下で糸が違っていて、上の部分は帽子と同じ毛糸で編んでいます。でスカートの部分はちょっとまた別の糸で、太めの糸でざっくりと編んでいます。後ろにボンボンをつけて丸い尻尾みたいにしてみました。こちらのワンピースを編んでいこうと思います。で前回の動画でもね、糸の説明していますけれども、スカートの部分の糸はお好みで選んでみてください。8号針で編めるちょっと太めのピンク色のものがいいかなと思います。今回はラテモールで編んでいきますね。上身頃の部分は帽子と同じふんわりメランジ、こちらで編んでいきます。すべてねセリアさんで購入しています。かぎ針は同じく8号です。はい、では早速編んでいきましょう。まずは鎖の作り目から始めます。手前に一度返してからもう一度引いていきます。で鎖の作り目をしてから、鎖編みをね12目編みます。1、2、3、4、5、6、はい、鎖編みをまず12目編んで、そしたら今度は1段目はこの鎖編みの裏山の目を拾って細編みを編んでいきます。鎖編み一目で立ち上がってからくるっと返して、この目ですね、鎖の裏山、ここを拾って細編みを一目編みます。はい、次もここですね、はい、裏山を拾って細編み、裏山を拾ってで細編み、はい、こんな感じでまずは鎖編みを拾って12目細編みを編んでいきます。はい、最後、はい、これで1段目が編めました。次2段目です。2段目は細編みを1目増し目1目増し目って繰り返しながらね編んでいきます。鎖編み1目で立ち上がって、で裏に返して、まずは細編みを1目編んで、で次の目は増し目、細編みの増し目をします。1、2、でまたその次は1目編んで、で次の目は1、2、こんな感じで繰り返して合計6目増し目をして、2段目は全部で18目になるように編んでいきます。はい、最後の目に増し目をして、これで2段目が編めました。はい、次3段目です。3段目は手を通すところを作りながら編んでいくんですけれども、3段目に入る前に鎖編みでボタンホールを作っていきます。で、今8号で編んでいるので、8号だとボタンホールの穴がとっても大きくなっちゃうので、もし可能であれば細めのかぎ針に変えてから鎖編みを編んだ方が細かくしっかり編めるかなと思いますので、ちょっと細いかぎ針で作った方がいいかなと思います。今鎖を6目編みました。で今度ひっくり返して、で最初の目のあたりに引き抜いてしまいます。はい、これでボタンホールですね、ボタンホールができたので、また8号に戻して、でここから細編みをまた編んでいきます。前段の細編みが18目あるんですけども、まず最初の3目はそのまま増減なく細編みを3目編んで、
1、2、3目編んで、次は鎖編みを2目編んで、で前段の目を3目飛ばします。なので今3目と3目で6目ですね。で7目目のところに細編みをまた編みます。ここからはまた6目増減なく細編みを編みます。今1目編んでいるので、次2目目、1、2で3、4、5、6、6目編んだらまた前段の目を3目飛ばして、鎖編みは2目編んで、で最後の3目は細編みをそのまま編みますね。はい、こんな感じです。3段目。次4段目です。4段目も細編みですので、鎖編み1目で立ち上がって裏に返して、また最初の細編み3目のところはそのまま細編みを3目編みます。1、2、3目。3目編んだら、次前段の鎖のところは鎖を束に拾って細編みを3目、1、2、3目、3目編みます。そして前段細編み6目のところはそのまま細編みを6目、1、2、3、4、5を6目編んで、でまた鎖のところなので束に拾って3目細編みを編んで、そして最後ですね、ここの前段細編み3目はそのまま1、2、3目。こんな感じで4段目が編めました。はい、これでこの帽子と同じふんわりメランジの糸はこれで終わりです。そしてここをね、閉じて輪の形にしちゃいたいので、最初の鎖のとこですね、ここに引き抜いて、でもう一回引き抜いておいて、はい、これで上身ごろのところは完成です。なので糸を切りますね。この最初の糸は後で背中のビーズをつけるのに使いたいので残しておきます。サイズを見ておくと、首元からの高さは約 2.5 センチぐらいですね。このウエスト周りは約12センチぐらいになってますね。では続いて糸を変えてスカートの部分を編んでいきます。今回はラテモールを使用します。同じく8号針でひたすら細編みを編んでいきます。はい、糸を持ってきて、でちょっと糸端も一緒にして、こうして、まず糸を一回引き出してきて、そして鎖編みで立ち上がってから最初の目ですね、最初の目に細編みを1目編みます。で次隣の目に細編みを1目、そして次隣の目に細編みを1目編みます。また1目。このように増減なく細編みを18目編んでいきます。このメランジの糸に比べてだいぶ糸が太いので、ざっくりざっくりね編んでいったらいいかなと思います。で1周編んできたら、最初の細編みの頭に引き抜いて、はい、これで1段目が編めました。スカート2段目以降ですけれども、2段目以降も全く同じ編み方で、細編みをね1周18目のままで編んでいきます。
全部でスカートの部分はね5段になりますので、残りあと4段ですね、ずっと同様にして編んでいきます。帽子を編むのがねちょっと大変だったので、ワンピースの方は簡単に編めるようにしてみました。はい、5段目まで編めました。最後糸を切って糸始末をしてしまいます。はい、ワンピースの着丈は6センチないかなぐらいの短めの丈になっています。そして後ろにうさぎちゃんらしく尻尾をつけたいので、ちょっと毛糸でボンボンを作っていきます。こちらのふんわりメランジで作ります。約5、60回巻いたらいいかな。ボンボンの作り方についてはこちらの動画で3通り載せてますので、参考にしてもらったらなと思います。私はよくここの手で巻いてしまったり、あとはフォークを使ったりもします。はい、固く結んで、でここを開いていきます。こんな感じで毛を整えてボンボンができたので、このあたりかな、スカートの後ろに縫い付けていきます。はい、こんな感じで尻尾がついて、であと最後にここのボタンホールに合わせて反対側にねビーツをつけます。はい、これで完成です。はい、着てみるとこんな感じです。だいぶね丈は短めですけど、座ってもちょうどいいくらいになってます。はい、合わせて帽子もかぶってみます。こんな感じですね。ワンピースね、今回簡単に編めますので、ぜひ帽子と合わせてね、編んでいただけたら嬉しいです。では、今回の動画は以上です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。バイバーイ。